それでは、それでいきます。ていうか、本当に分かりました。間違えちゃいけない人が間違えてました。これは、海を短くお見せいたします。今回は、間違えずに、ちゃんと最終回を、やりきりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。では、最終回ですね。こちらでございます。まとめるにはふさわしい、この企画。AKB と平成アイドルの歴史。こちらをやらせていただきたいと思っております。ではですね、まず平成初期のアイドルはどんなのがいたかってことで、お教えする前に、今回も最後の最後までこれです。経営省略できます。よろしくお願いします。はい、ではまず、お待たせしました。平成初期のアイドル。ね。まず、平成初期のアイドル代表として、3つ挙げさせていただきます。ココ。ね。リボン。リボンってこれ、長崎ひろみとかいますよね。もう若いですよね。コットン。この3組は見させていただきましたけど、申し訳ない。これはちょっとね、省略です。なぜかというと、これ、昭和時代と売り方一緒で、はい、言っちゃいけない言葉もあるし、そのなんかやり方も、その、売り方も制限されてた部分もあったんで、ということだから、でかいとかね、キモいとか言っちゃいけなかったんですよ。その売り方が一緒だったんで、これは省きます。すいません。だから、平成のアイドルは実はこっからです。僕の中では。どんなのがいたかっていう前に、こんな名称を皆さんご存知でしょうか。僕世代はみんな知ってますよね。はい、これです。沖縄アクタースクール。沖縄アクタースクールです。何かと。学校じゃないって。沖縄の学校って。沖縄の学校って歌手と関係あるのって。アクターズって、俳優じゃない違います。いや、そうかもしれないけど、それは芸能関係の、あれで、養成所なんですけどね。どういうことかと、このアクターズスクールが流行った理由はこれです。ね。歌って踊れるアイドルが、まあ、もともと踊ってるけど、あれ、振りですからね。ダンスが、本格的にはもう、それこそブレイクダンスとか、完全なダンス、完全な歌、本格的なアイドル、本格的に歌う人もアイドル、でも、いいのか分かんないくらい実力の人たちがアイドルとして登場します。それこそ今ここに、アムロちゃんがブームって、小室抜きにちらっと話しましたよね。アムロアナミエ。これですね。アムロアナミエとしては出てきたじゃないですか。で、じゃあ、アムロ以外に実は何人か流行った人いまして、4人いました。ということで、まず、スピードですね。果てしない、あの雲の彼方へ。はい、ホワイトアウト。ね。あとですね。まあ、この、マックスですね。ギミギミシ。マックスですね。ギミギミシェイクですね。はい。ラブゲームですね。っていうのもいましたし。あと、パラシューターというホルダーのパラシューターですね。愛されながら愛したいっていうね、この真ん中のね、男の子、三浦大知。男の子、可愛かったですね、昔ね。はい。もうボーイソプラノですね、本当に。はい。まあ今となっては三浦大知はもう、アカペラで踊っちゃうからね。これがすごいじゃないですか。アカペラで踊るって何よっていう話ですよ。はい。で、まあ実際このアクターズスクール、めちゃくちゃすごい流行りました。もう本格的にやってたからね。それこそ、さっきのホルダーだって、それこそね、この中に満島ひかりもいれば、メビデルの大きな奥さんもいますからね。はい。はい。ということですね。では、この、アクターズスクールが時代の後に来たのが、本当は小室ブーム。まあ、うち、小室ブームと、実は被る部分ですよね。だけど、前に小室の話をしたんで、これはカットします。小室ブームの次の話をしましょう。ね。これが来ます。じゃーん。ツンク。ね。関係ない。じゃあ、どんなやんのほうって言うやつ。他にも曲あるだろうかっていう。ね。ツンクさんね。ツンク。ハロープロジェクト。だからそう、ツンクが立ち上げたハロープロジェクトっていうね。まあ、立ち上げたって言うのあれだけど、ツンクの、だからプロデュースした、アイドルが全員で、まあ、今でもハロープロジェクトって言われてます。ね。まあ、台頭しましたね。まあ、この小室哲也を、画像を崩したのは実はツンクです。はい。モーニング娘。ってのは、
あの、朝やんで、だから、小室哲也もだから朝やんでだから頑張ってたけど、今度この人が来たわけですから。モームスですね。モーニング娘。はい、モーニング娘ですね。はい、こんなのが来ました。ね。モームスがすごかったですね。もう出せば出せば出すだけ売れますからね。そういうことだから、この前、ね、中澤姉さんの話したじゃないですか。だから、あれもし演歌じゃなくて、J-POP だったら絶対売れたっていうね、こと言ったじゃないですかね。そういう話をしました。モームスの大曲、ミルクを上げさせていただきました。日本の未来、ウォーウォーウォー、これもみんな知ってますよね。ウォーウォーウォーっていう、これマシン。ラブレボリューション、トレーディーバーってみんな、これも流行ったよね、これね。ラブレボリューション、恋愛レボリューション、トレーディーバーとね、21とね、ライブマシンとね、これ、トレーディーバーじゃなくて21ですからね。間違えました。で、松浦綾、ね、これも綾って言いましたよね、これ。ママ、いらぬ方は重いって言いましたね、はい。こんな曲も流行りましたね。タイシスですね。タイシス、え？これ、辻ちゃんとこれ、次はタイよ。タイは、あれが、これ辻じゃ、シスじゃねえよ。なあ。タイよとシスコムですね、これはね。はい。キースキースって曲ですね。はい。あの、月と太陽って曲歌ったし、あと、ガタメキラって、ガタメキラって曲ですね。はい。その曲歌ってました。ね。で、まあ、この、モームス今でも活躍してますけど、まあ昔ほど、昔がすごかったわけですから、黄金期っていうのは本当に黄金期でした、本当にね。黄金期は過ぎて、一応過渡期があって、今のモームスがいますから。まあもちろんモームスは今でも頑張ってますよね。楽器兵器でね、やってますから。だから、すごいですよね、そう考えたら。入れ替わり立ち替わりですけどね。で、まあ、この時代の後に来たのが、なんとこの、バンドルですね。このゾーンもいましたね。はい。ホワイトベリーもいましたね。はい。モモブラボ。モモブラボいましたね。はい。これ、ちょっと申し訳ない。今回ちょっと省きます。まあ、その、僕もともとバンドの話をね、どっかに入れたかったけど、入れられなかった部分もありまして、バンドの話をどっかにしたいんですよ。それを兼ねまして、今回はちょっと省いて、どっかでね、バンドの話をしていけたらと思ってるんで、今回は、なしで。すいません。そういう意味ではなしです。まあ、アイドルとして、ちゃんとしたアイドルの話をしたいんだ。ちゃんとしたっていうか、その、まあ、みんなが知ってるような、だからアイドルっていうかな。そういうアイドルの話をするっていうバンドがちょっとな、微妙だな、微妙すぎてカット。申し訳ない。ということで、次行きます。だからその、ツンクファミリーの後に来たのが、事実上ですけどね。事実上、ツンクファミリーの後に来たのはこれでございます。ね。だから、この前、小室の時に話しましたよね。バンド全盛期のイカ天ブーム。イカビスバンド天国から出てきたバンドが流行ったブーム。あれがイカ天ブームっていうのがあったわけですけども。で、その後に来たのがビーグラムっていうのがいましたね。バンズとか、ザードとか、まあ、ディーンとかのビーグラムブームでありました。その直後に来たのが小室ブーム。小室世代ね。だから、あの時言ったのは、小室世代っていう名前で世代がつくのは小室しかいないって話じゃないですか。それぐらい活躍したって話ですね。ただ、この後ツンクも同じく活躍するんですよ。ただ、ツンク世代っていう言い方もするけど、ツンクじゃなくて実はハロプロ世代、モームス世代。いろんな言い方あるから、まあ、ちゃんと固定で小室世代って言われるのは小室だけだと思ったので、ああいう言い方をしたんですね。では、そのツンク世代の後何が来たか、そのモームス世代の後何が来たか、これです。5年、2005年。あの、愛に行けるアイドル、ついに登場します。愛に行けるアイドル。愛に行けるアイドルといえば、元祖は。もう、これしかいませんね。皆さんご存知ね。はい。AKB48! はい、これです。はい。これですよ、もう。これを発足したっていうか、まあ、まあ一応有名なのは、この方ですね。まあ、他にもいますけどね。代表曲としては、この、すいません。この人です。はい。今日もやすし。ね。何なんだよ、こいつ。大したことない。お前だよ、大したことないの。大したことない、お前だよ。ひどいな、ほんとにもう。ね。で、次は AKB48。はい、これでーす。ね。っていうことですけど、まあ、AKB48 っていうのが出てきまして、まあ、実際、こういうことになりました。もうほんとに AKB っていうのが、まあ、その AKB 劇場っていうのを、だから、秋元康が多分作って、秋元康だけじゃないですけどね。関係者がみんな作って、今でいう、今でも今でやってますけどね。
秋葉原のドン・キホーテでね、今でも頑張ってます。その一番最初の公演がまあ10人ぐらい桜がいて、残りの 2,3 人、5人ぐらい、5人以内ぐらいがちゃんとしたお客さんだったという、まあまあ結構物珍しさでやってきたみたいなとこあるじゃないですかね。で、要は売れるまでは時間のかかるアイドルの登場ですね。インディーズから頑張ったと言ってますけど、ウォームスもインディーズ出したんですけど、これね、バックにね、バックボーンで、まあ、ツン君はいるけど、ツン君だけじゃなくて、もともと小室がやってた番組の、アサヤンっていうまあ、オーディション番組があって、そのアサヤンが、まあ、企画したんですよ。このインディーズっていうのは、ウォームスの場合ね。だけど、これバックボーンないですから。もともと、秋元康が作ったってだけの話で、別に、それ以外はバックボーンなくて、そういうことましてや、場所が秋葉原っていうね、ところですから、それだからそう考えたら本当にバックボーンなしの状態でちゃんとしてガチのインディーズなんですよ。そっから頑張ったっていう意味ではこの AKB 初でした。はい。で、だから結局その先ほど5年って言いましたよね。まあ実際その2年後にはまあそのちゃんとプロデビューはするんですけど、まあ結局売れたのはこの曲でした。ね、こういう君の目の前に川が流れるというね、リバーこれです。これが、やっと発足して4年経って、やっとです、やっと、失礼しました。すいません。ごめんなさい。やっと、勢い強すぎた、ごめん。ね、リバー、これがやっと初の1を取りました。ね、ここまで4年ですよ。4年かかってようやく、だから、これ思うんですけど、今までいう神セブンって、AKB とかでも伝説の何人か何人かいるじゃないですか。前田敦子、大島優子、篠田真理子、指原莉乃、板野友美、渡辺真由、すいません。もう一度出てこない。はい。思い出したら、一応コメントしといてください。何なんだよ、これ。教えてでもないとまた、惜しいな。まあいいや。時間ないです。すいません。まあ、その7人がですね、いやー、思い出して出てこないわ、7人がですね、一人もね、揺らがなかったんですよね。それがすごいですよ。本当に。うん。だから、この人気に繋がったと私思ってまして、さっきからお話も出てこないんだよ、クソだよ、ほんとに。あ、小島春菜だ。そう。ね。そう。で、この7人が一人もかけなかった神セブンね。神セブンのおかげですよ、多分ね、これね。今売れるまで4年かかったってますけど、だから、これがもう苦労ですよね、ほんとにね。伊佐野智美派も発狂してましたしね。そしてね。はい。で、それから9年経ちました。去年の話ですね。去年の、まあ、年間売上の去年が一番新しいデータですけども、9年連続、女性別、歌手別、シングル、年間売上が1位になりました。これだけでも当然すごいじゃないですか。これが、9年連続続きました。握手券すげえってことですね。はい。ってことで、握手券の力は半端なかったっていうね。そういうことだって、握手券欲しくて、そういうことを同じ CD をね、3枚、5枚買う人も今、まあ、いたりして、まあ、今にいるのかわかんないけど。なんですよ。で、それで今に至ります。一応、これで AKB の話は終わりなんですけど、ただ、AKB によって、それこそ AKB みたいに今に会いに行けるアイドル。これが、流行ったわけじゃないですか。他にもこんなのいました。あ、すいません。見てなかった。大丈夫です。はい。AKB 大丈夫です。先行きますね。ごめんなさい。会いたかった会いたかったですね。はい。I want you! I need you! エビーローでしょうしね。恋するフォーチュークッキー！はい。この3曲ですね。まあ、この曲、3曲はまあ有名ですよね。ってことで。まあ、多分、知らない人いないと思います、この3曲ね。これに関してはだって、もういろんな人がだって、ジャパネットのだって社長の、加わってますからね。はい。ということなんですけども、お待たせしました。AKB の他にも会いに行けるアイドル、3組ご紹介させていただきます。
アイドリング。ね、これはだからもうあれですよ。おにゃんこと、あと、チェキっ子に続いてアイドリングですね。はい。だから、要はその、ID 番号と番号が一人一人あるというね。地域バレーです。もう、これなんてもうね、こんなのいたなーって感じですよ、本当に。パスポ。もともとはね、この CA が、CA という、まあ、コンセプトでパスポって言いましたね。まあ、この3曲に確かに人気あったんですよ。R の中ではね。一生懸命頑張りました。一生懸命頑張りました。しかし、この3曲、なんと今となっては、解散しました。頑張ったのにね。これ、だから、3曲に解散したってことは、これ本当に時代の移り変わりと私思ってまして。はい。ということでございまして、以上で終わりです。で、最後の5問目いきまーす。じゃん。ね。これはですね、先ほど言った神成分ですね、篠田麻里子さんですね。篠田麻里子さんが、まあ、受かった時の、エピソード、3つありますけど、このうちの1つは違います。何でしょうか？問題、1番。まあ、一回その、1期生のオーディションに落ちたんですよ。だけど、その後にちゃんと加入しました。2番、原宿でスカウトされた。ね、3番、まあ、4日間で10曲以上振りも含めて覚えたっていう。この3つのうち、間違えてるのどれでしょうかって問題です。次回の、編集後期で答えをお教えします。ということで、それを含めまして、宣伝です。やっと終わりました、これで。はい。やっと終わりました、これは編集後期。ニコ生やりますんで。ニコニコ放送の、ニコニコの生放送でやりますんで。ぜひともこちらをお楽しみに。近日中に行いますんで。皆さん、今まで本当にありがとうございました。ね。これで全て5回終わりました。長かった。はい。ということで。まあ、一応ね、今後の予定としましては、まあ、とりあえず、自分の神曲を歌うっていう話を前にしまして、一応、名義、としましては、まあ、1時間チャレンジということで、一つのアーティストについて、1時間歌い続けるっていうのがありますんで、その、まあ、結果として、まず一番最後に、その、アーティストのすごいところ、歌手のすごいところっていうのを、これもニコ生でやると思ってますんで、そっから、本格的に、曲を作っていきたいと思ってます。新曲、もう少し待っててください。ということなんで、以上で、平成の音楽終了です。See you next動画、バイバイ。